フィンランドの保育園では食後のキシリトールが毎日の習慣ですよね先生。はい、それは口の中で酸を作らないからです。なるほど、キシリトール。最近子供の歯が気になっているんです先生。フィンランドでは保育園や家庭でキシリトール習慣が根付いています。保育園では食後に毎回食べるのよ。歯ブラシと同じで家でも欠かせないわ。知らなかった。キシリトールは口の中で酸を作らないからです。歯を大切にするヒントはフィンランドにありました。その歯と100年キシリトール。ステージ3パターンを取らせていただきたいと思います。その後にこちらちょっとライティングを変えまして、ちょっと今こちら商品持っている状態なんですけど、あのパッケージではなくて粒ガムを持っていただくような形と、あとはこちらも指差しカットを使わせていただければと思ってます。かわいいですね、めっちゃいいし、いいですね、いいですね、あーめっちゃいいですね、いいっす、素晴らしい、いいですね、あーいい、今の笑顔いいですね、いいですね、めっちゃいい、めっちゃいい、いいですね、いいですね、最高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 、めっちゃいいですね、痩せた、あ、いいですね、あと痩せたの、あ、痩せてある、食べる、自宅に行きたい、はい。よろしくお願いします。お願いします。フィンランドでなんか実際に向こうの幼稚園とかでキシリトールの粒をあの配ってみんなご飯の後に食べてるんです、はい、本当は向こう行って撮りたかったんですけど、この間あのリモートで撮影したんですよ。あ、はい。まあ、今のがこのフィンランドでは保育園や家庭でキシリトール習慣が根付いてますっていうのをフィンランドの言葉でこれ言ってるところなんですけれど。かわいい。で、この人たち、まあ、特にこの先生に向かって東京からあの菅野さんが話しかけてるっていう設定になってます。はい、最初のはい、はい、こっちに。そうですね。最近子供の歯が気になっているんです先生。最近子供の歯が気になっているんです先生。最近子供の歯が気になっているんです先生。カット。はい、カット。用意。最近歯のことが気になっているんです先生。カット。はい。最近子供の歯が気になっているんですマキネンさん。はい、OK です。先生のこの言葉を受けて、いきなりですよね先生っていうので、これをお願いします、はい、もっと知らない感じというか、はい、発見した感じというか、その歯と100年キシリトール、歯を大切にするヒントはフィンランドにありました。そうですね、すいません、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした。このコロナ禍の状況でいろいろ難しいことがある中で あのやり取りだったかなと思うんですが、あの私はあのかつて旅行が大好きだったので、あのフィンランドはあの訪れたこともあるので、あの懐かしいなと思いながらあの撮影させていただきました。家の食洗機の調子が悪いなって思っていて、でちょっとその焦げっぽい匂いがしてきて、これはと思って
修理の方に来ていただいたんですけど、毎日 の、 こうあの洗剤だけじゃなくて月に1回大掃除 の、 お手入れが必要だったみたいで、それを2年ぐらいやってなかったんですであこれは月に1回そういうお掃除が必要なんですっていうことを教えていただいてやり始めたら、まあお皿がすっきり、ガラスのコップが透明に仕上がるようになりまして、ちゃんと説明書を読まなきゃいけないなと思いました。歯医者さんに通うのは歯医者さん独特のウィーンという音とそういうのが苦手だったんですけど、大嫌いってわけでもなかったんですけど、でも今思うのは本当に予防の医学の時代で、本当に大人の歯はもう削ったらもう元には戻らないから、虫歯にならないように日常を気をつけることが大事なんだなってすごく思います、うん、予防を取り入れるっていうのが常識になりつつあるんだなと思って進んだなと思います、はい、子供は何歳ぐらいからキシリトールを摂取するのが理想なのかなというのと、あとはだいたい頻度とかですかね、そういったことについて具体的にお尋ねしたいなと思います、はい、人生100年時代と言われるようになりましたけれど、なので私もその80歳で20本でしたっけ、でしたっけ、なのでできる限り自分の歯でやっていきたいなと思いつつ、歯ブラシとフロスと歯間ブラシと、でやっぱりなかなかそのまだ子供が手がかかるもので、歯医者さんにこう予約してきちんと通うっていうのがつい後回しになってしまって、だからやっぱり日常にそういうふうにキシリトールを取り入れたりするのって大事だなと思うんですけど、私乳歯が1本残ってまして、だから60歳まで持ったらいいねって歯医者さんに子供の頃言われたことがあるんですけど、100歳まで使えるように今ちょっと、はい、手入れようと思ってます。この先100年だと140歳になっちゃうんで、それはちょっとおかしいなっていう感じですけど、でもその歯と100年ということで言うなら、その1本残ってる乳歯と100歳までやっていけたらなと思います。40を過ぎてから茶道を始めたんです。で10年20年ぐらいかかってちょっとずつ形になっていけばいいなって思ってたんですけど、この間まで仕事が詰まってた関係で、まあ、コロナのこともありましたがお休みしていたので、春を迎えて新茶の季節にもなりますし、お茶茶道を再開できてできたらいいなと思います、はい、撮影の現場では共演の方と目を見ながら相手の俳優さん女優さんに刺激をいただきますし、撮影の場以外ではスポーツ選手のこう取り組み方とかインタビューの内容を伺ってても、なんか具体的には違うけれども、その気持ちの持ちようとか向き合い方ですごくこう、こういうふうにできたらいいなっていうか、その追いかけるような気持ちでお話参考にさせていただいたりとかしてます。理想は高校野球の少年たちの目の輝きを持って演技ができたらいいなというふうに思ってます。